12時34分になりました。続々とメールファックスで感想をいただいております。こうちゃんの父です。川崎市アッコさんへ。アッコさんとモノクロのメンバーたちとの仲の良さをとても感じました。あ、そうですか。モノクロのメンバーかなこちゃんが、アッコさんを冗談で、男のように扱うところが面白かったです。いやいや、でも明るくていいですよね。そうですね、本当にみんなよく頑張ってると思いますよ。本当にああいうずっとグループで歌手活動をやるっていうのは、アッコさんは経験がないことですよね。ない、あんまり